どうも、久保田久美でーす。キャラが高いよ。キャラが高いよ。芦野村さんと久保田久美さん、僕の YouTube チャンネル出ていただいてるんですよ。今日もみんなでシネマティーク。どうも、映画コメンテーター有村昆です。さあ、今回はコラボ特集ということで、芦野優ちゃんとやりまーす。お願いしまーす。いやー、久保田久美さん、よろしくお願いします。もうよろしくやでー、ほんまに。お願いしますすごい、さすがバーベキュー食べてるからもう絶好調。絶好調です。もうスタミナまんま入ってます。はい、いや、めちゃくちゃ食ってましたからね、本当に。ものすごい食べて、しかもご夫婦で。ありがとうございます。ゆうちゃんのチャンネル、はい、リンク貼ってますので。そうです。こちらホームにも出ていただきました。ありがとうございます。どんな企画をやるかというとですね、はい、なんと、しこたまバーベキューを食べた後に、カニ島キャッスルを食べるという企画でございます。いやとんでもないですね。とんでもないですよ、本当に。ちょっとだけハニトーンのやつどれだけでかいのかっていうね、持ってきますね。これ食べられたのかどうかはぜひあのゆうちゃんのチャンネルご覧いただきたいんですが、ザン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 、おかしいよねこれ見てこれいやこれすごいですよ、3段やっぱ。あのハニトーンは食べたことあります？あります。あのめちゃくちゃ美味しいんです。一斤入ってるんですよ、はいはい。これはちっちゃいんだけど、それがたくさん組まれてる、はい、これもなかなかですよ。あ、そうそう、これね、場所がね、今日ね、そうです、大阪なんですよ、我々は。い、大阪にあります、はい、天王寺バリタワー、はい、お邪魔しております。ありがとうございます。すごいいいとこですよね。いい、はい。でバーベキューもあるし、うん、それからあの、まあ、当然パセラなんで、はい、いろんなダーツからカラオケから本当にそうありますよね。でベビールームもあるので、私は子供がいるのでちっちゃい、もうすごい遊んでもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったです。いや、めちゃくちゃ可愛いです。先ほどね、うちの子供ともね、はい、遊んで、そうです、キッズルームとかいろいろあるんでね。そうなんですよ。僕の方のチャンネルではですね、はい、ゆうちゃんのいわゆるあの映画館、あんまり映画のイメージないじゃないですか。そうですね、映画、はい、そうですね。芦田愛菜さんの映画を果たして本当に見てるのかどうかそこも聞いていこうと思ってます。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではいただきます。もうね、なんていうのかしら、こうね、食べる前にお腹いっぱいっていう状態ってなかなかないじゃないですか。確かに。いやーこれでも食べましょう、食べましょう、せっかくなんで ね。やば、でもこれ、あ、いやー、切れてるから食べやすくなってますよ。うん、いただきます。あ、美味しい。あ、めっちゃ美味しい。じゃあちょっと映画の話も聞き、もうすごい聞きたくて。お願いします。なんかあのゆうちゃんってあんまり映画のイメージないから、はい、逆に普段、例えばじゃあどんな映画が好きなんですか？私は本当に、なんでしょう、うん、単純に。じゃあの手を止めないで一応やってます。あ、そっか一応あの食べながら私頑張りますんで。はい、すいません、シャインマスカット頑張ります。はいはいはい。なんか、うん、結構ミステリーとかその考えなきゃいけないようなやつよりかは、うんうん、あったかい映画が大好きです。なるほど、うん、例えば人生のマイベストあげるとさ、これもう大好きで何回も見てるみたいな。ポニョが好きで。へえ。じゃあジブリとか好き？ほんとちっちゃい時にトトロとか魔女の宅急便とかを見てるぐらいで、そんなにめっちゃジブリが好きってわけじゃないんですけど、うん、ポニョがすごい刺さったんです、なぜか私。うん、一番好きなシーンがあって、お、なんかポニョが船で赤ちゃんを連れたあのご夫婦に会うんですよ。で、ポニョがサンドイッチを赤ちゃんにあげようとするんです、ね、おうおう。そしたらお母さんが丁寧に、あ、赤ちゃんだから食べれないんだよって言うんじゃなくて、これは私が食べて赤ちゃんに伝わるから私がいただくねって言って、うん、お母さんがもらうシーンがすっごいなんか好きで、はあ、それってすっごい素敵じゃないですか。なんか、あ、これごめん食べれないんだって、うんうんうん、ちっちゃい子に言わないで、うん、丁寧に説明してちゃんともらってあげるっていう行為がすっごいグッときて、なんてこの優しい世界なんだっていうか、ダメよじゃなくて否定せずにちゃんと説明してもらうっていう、はあ、素敵だなっていうか、こういうのを子供に教えたいなってふと思って、
そっからなんかめちゃくちゃ好きなんですよね。あ、いい話。モノマネやる方って、はい、耳がすごいいいと思ってるんですよ。あ、でよく僕堀と仲いいんで、はい、堀ちゃんと、あ、そうなんですね、堀ちゃんなんかこう例えあるとすぐ口でこうモノマネしてなんか反復練習で、あ、これモノマネできるなって言ったら、自分のものにしていくんですけど、はいはい、なんか映画を見てインスピレーションを受けてちょっとモノマネやってみようとか、なんかそういうのってあったりする？あ、ヘルタースケルター。あれ、沢地玲香さん。沢地玲香さんはめちゃくちゃ練習しました。もうヘルタースケルターをリリコだよね。はい、見て、あれは見てハマっちゃって、帰り道ずっと練習してたの覚えてます。そっからインスピレーションを受けて、面白いワードとしてCM のワードを使ってたと思います、そのネタ的に。やっぱなんか私のモノマネのモットーは、どっかなんかデフォルメして面白くしたいっていうのが目標なので、はい、実はあの芦田愛菜ちゃんも、あのね、芦田愛菜だよなんて一言も言ってないんですよ。そうなんだ。でもさ、名前言うのってさ、はい、木村拓哉です言うの結構、いや、タブーですよ、マジで。そうだよね、でも芦田愛菜って言いそうだもんね。そうなんですよね、だからモノマネ界ではタブーなんですけど、私はもう本当にはぁ、どうも倖田來未ですって言っちゃいますし。いや、言ってる。よく見るよ。ちょっと、え、どうも倖田、ちょっと一回どうも倖田來未です。あ、言ってないけど、はい、言いそうだもんねとか、はい、勝手に作っちゃってるっていうのが多いですね、はい、すごいなでもね、僕ね、そのすごくモノマネって素敵だなと思うのが、はい、あの本人いないけど本人に会えた気がするから、はい、見てるお客さんってめっちゃ得なんですよ。あー、え、本当ですか。はい、だって、ね、今日だってもう芦田愛菜さんと倖田來未さん、僕の YouTube チャンネル出ていただいてるんですよ。キャラが高いよ。キャラが高いよ。パセラに来てもらってるんですよ。そんなことあります？いやいや、もう本当に、いやー、すごいなー。いやいや、もう全然。え、でもさ、くーちゃんとか、はい、芦田愛菜さんに、はい、モノマネしていいですかは聞かないっすもんね。そうなんですよ。でも本人の耳に入るじゃないですか。はい、その後仲良くなるってケースあるんですか？倖田さんは、はい、テレビで見てくださって、ほう、で、あの直接あの事務所にライブぜひ見に来てくださって、うわ、すごい、言ってくださったんですよ。うん、それで私も全然そのテレビ出たてというか、うん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 、もうなので、えと思って、うんうん、でご挨拶させに行っていただいて、その時マジで怒られると思ったんですよ、私。あ、なるほど。やっぱりくーちゃん怖そうじゃん、なんか。まあ、そうだし、まあ、なんつうんでしょう、なんか、うんうんうん、倖田來未さんのモノマネされてる人ってめっちゃみんな綺麗で、うん、見た目もくーちゃんに似てるんですよ。なるほど、はい、なんですけど、私だけこう、なんか太ってて全然見た目似てないのにやっちゃったから、めっちゃ怒られるんじゃないかなと思ってなるほど、なるほど。はい、そしたらめちゃくちゃ優しくて、いや、いつも見てんねー、ありがとうって言ってくださって、もうどんどんやってって言ってくださって、そっからもうなんか結構ライブとかにご招待してくださって見に行くじゃないですか、うん、で、MC やられるじゃないですか、うん、そうすると私のモノマネとかもやってくださったり。え、なに、倖田來未さんが八代優ちゃんのモノマネをするんですか？そうです。もうそれってめちゃくちゃもう思考の喜びですよね。ゾワゾワゾワですね。なん、あの新曲聴いてきて、もっと言う人、何これ、八代優ちゃんみたいみたいな言ってくださったりとかして。それはすごいわ。すごいです。めちゃくちゃ心が広くて、で、楽屋に挨拶行くと、なんか今日の MC なんか真似するとこあったとか聞いてくださったり。いい話ということでですね、はい、いろいろこう食べながらお送りしてきたこの、はい、コラボですけども、はい、全然残ってます僕ね、ほんとね、はい、ゆうちゃんに殺意を感じたのはですね、はい、ここに来てですね、肉寿司頼むって言ってもうね、ほんと俺軽く殺意を覚えましたよ。でもさ、私肉寿司はいけるかも。え、マジで？じゃあちょっとラスト言ってよ、これこの時間に肉寿司っすよ。うわ、いいなぁ。うまい。うまい。くぅ、うわ、うまい。胃袋がどうなってんだかもう分かんないっすね。ほんとに。ということで、まあ、今回はですね、八代優ちゃんをゲストにお迎えいたしまして、コラボでやってますんでね、はい、概要欄に優ちゃんのもうめちゃくちゃ回ってる YouTube チャンネル、お名前が。こちらもおめでとうございます。ですので、ぜひね、そちらもチェックしていただければというふうに思っております。ということで、この動画面白かったよという方はチャンネル高評価、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティーク。ありがとうございました。